こんにちは。総戦力ランキングが69位まで落ちましたサードラです。今回なんですけど、こちらはですね、今日から実装されました青空イベント、こちらのイベントの概要とイベントの終了ラインですねと合わせて、まあ僕がやってる効率的な周回先クエストと、まあ僕がやってる周回パーのご紹介と、こちらですね、新たに来てますチャレンジクエスト、これの第9戦のミッションコンプリートができたので、これのパーティーの紹介と最後にイベントガチャを10連引こうかなと思ってますので、ちょっとてんこ盛りなんですけど、よければ最後まで見てみてください。でまず早速イベントの概要なんですけど、基本的な考え方は今までとイベントと一緒になってまして、この上の方ですね、上の方をたくさん周回していただいて、この無名な飲みポイント、これを集めていただくのと、まあ、イベント特攻キャラですね、3キャラいるんですけど、その3キャラを連れていくことでこの功績の証が集めれるので、まあ、この2つのポイントを、まあ、周回たくさんして集めていくっていう風になります。でこのポイントを握りしめていただいて、次ショップに行くんですけど、ショップの交換所ですねの青空料理教室へようこそっていうタグが出てるので、こちらでアイテムと交換していきます。でここからは終了ライン、まあ、どこまで交換したら今回のイベント終わっていいのかっていうのは僕なりの意見なんですけど、今回の報酬かなり豪華になってまして、ちょうど僕がこの前の動画で金が全然足りないですってお話をさせていただいたら、運営さんがめちゃめちゃ金を追加してくれてるんですよね。なので、まあ、今回かなり大変になるかなと、まあ、必要ポイント数がかなり多くなるかなと思うんですけど、まあ、僕が交換しないものですねをまずご紹介させていただくと、こちらですね、おともん団子、これは今のところかなり余ってるので僕はスルーします。このまずおともん団子と、こちらですね、おともん宝珠、これは人によるんですけど、総戦力ランキングを上げたい方は星4おともん宝珠まで交換してもらえるといいかなと思います。で総戦力ランキングにはこだわらないよっていう方は星4おともん宝珠は交換しないでいいかなって感じですね。僕はするんですけど、まあ、そこは見極めてもらえるといいかなと思います。で星3おともん宝珠、これは僕交換しないですね、使わないので交換しないです。で次なんですけど、この流飲ですね、流飲も総戦力ランキング気にする方は星4からで、気にしない方は、まあ、星4取らなくていいですし、星3は僕取らないですですねっていう感じですね。であとゼニーですね、ゼニーは交換しないですっていう感じなので、それ以外は全部交換してもらって、まあなんで、まあ、今お話しした中で、まあ、僕が交換しないといったもの以外を交換してもらったら今回のイベントは終了になるかなと思います。ただめちゃめちゃ必要ポイント数も多いので、まあ、周回自体はかなり大変になるのかなと思います。その分、まあ、スタミナ剤の配布とかがあるので、まあ、それで頑張ってくださいという感じにはなるんですけど、まずこれがイベントの終了ラインですね。で次、僕がやってる、まあ、効率的な周回先と、まあ、周回パーのご紹介になるんですけど、まず周回先に関してはこちらですね。今回のイベントも前回のイベントと同様になりまして、マニアックが最効率になります。でスタミナは全部12なんですよ。マニアックの第1戦から第10戦まで全部スタミナ12なんですよね。ただもらえるアイテム量に変化がありまして、第10戦の場合は、まあ、今僕の場合 20% 増加で41、42なんですけど、この下第9戦に落とすと39、40になるので報酬量が減るんですよね。なので回れる方、まあ、周回できる方は第10戦を周回していただいた方が効率は一番いいです。スタミナ効率がいいです。1スタミナあたりの入手できるポイントが大きいので、まあ、回れる方は第10戦を回ってください。で例えば、まあ、第10戦の周回が厳しい方、まあ、始めたばっかりとかっていう方とかはおすすめなのが第7戦ですね。第7戦の周回をおすすめしてまして、この理由が第10戦とか第9戦は敵が3体出てきて難易度が結構高いんですよ。ただ第7戦だと敵が2体になるっていうのと、報酬を注目してほしいんですけど、これ第7戦の報酬ですね、37、40じゃないですか、運命のみポイント。でこれを覚えてほしいんですけど、これ第7戦ですね。で第8戦開いてみるとどうなるかっていうと37、40なんですよ。なので第7戦と第8戦って一緒なんですよね、報酬が。なので、まあ、第7戦回してもらえると、まあ、難易度大きく落ちて、まあ、ポイントはそこまで、まあ、大きく落ちることはなく周回ができるので、10戦難しい方は7戦を回してもらえるといいかなと思います。で6戦に落とすとまたここが34、40とかに落ちてしまうので、もう基本的には第7戦ですね、ここを回してもらった方が、まあ落とすんだったらいいのかなと思います。第9戦とかに落としても敵3体いて難易度そんなに変わらないので、まあそんな感じですね。第7戦を2番目におすすめします。でそれでも勝てない方はもう自分で勝てる難易度を見つけていただいて周回っていう風になると思うんですけど、で今回僕は第10戦を周回するので、パーティーのご紹介第10戦でやっていくんですけど、パーティーはこれですね。今のところ、交換でもらえる星4のシモーナ
のみ今増加キャラとして入れてまして、技セットはウェイブアローですね。で、あとはダライアスにケチャワチャ、クーゴにクーゴスペシャルつけて、ナルガクルガクつけてるんですけど、このパーティーの意図としては、まずダライアスですねのスプラッシュクロー、まあ、SP90 の水攻撃技になるんですけど、これが一応クリアが6ターンで回すように調整してるんですよね。で、6ターンってなると SP が180なんですよ。なんでちょうどスプラッシュクロー2発分になったので、今回90のスプラッシュクローを採用してます。で、大王枠に関してなんですけど、ケチャワチャを持ってない方は水属性の強アタッカーですね。なんで、まあ今来てるこのシモーナの星5だったりとか、あとはナルガテールとかですねを入れてもらえると、ケチャワチャ持ってない方は代用が効きます。で、ダライアスを持ってない方に関しては、一番手持ちの攻撃力が高いキャラにケチャワチャをくっつけてもらって、スプラッシュクローセットしてもらえば、まあ同じ内容にはできるかなと思います。で、シモーナはポイント増加用のキャラですね。で、ウェーブアローがかなり強いので、まあウェーブアローをセットしてて、オトモンはティガレックスにしてます。で、これの意図としては、まあ相手が炎属性攻撃をしてくるので、ヒラメを抑えつつ、まあ攻撃力が全体の今4位ですかね。ティガレックスが確か全体の4位で高かったので、まあ攻撃力捨て重視でティガレックスを採用してるって感じですね。で、クーゴに関してなんですけど、これがナルガクルガを僕セットしてるんですよ。で、まあまあ見てもらったらわかるんですけど、炎耐性 25% マイナスなんですよ。なので敵が火属性攻撃してくるんで、火ダメ増えるじゃんって思われる方多いと思うんですけど、まあそれでもナルガクルガって攻撃力めちゃめちゃ高いんですよね。今全体の2位で、めちゃめちゃ攻撃が高くて、もう今回は空母スペシャル30セットしてるんですけど、これでもう早めに、まあ6ターンで決着つけるんですけど、まあ6ターンだったら耐えれるって感じだったので、今回ナルガクルガを、まあ火力重視ですね、火ダメ増えても火力重視でセットしてます。で、空母がめちゃめちゃ集中攻撃食らった時だけ倒れちゃうんですけど、その場合はシモーナの星4シモーナの攻撃とダライアスで倒すことができるっていうので、今回ナルガクルガをあえて採用してますね。で、これもし怖い方とかはティガレックスでも一応いいのかなとは思います。ただナルガクルガの方が周回ターンは早めにできるのかなって感じですね。と、速さ調整なんですけど、空母がトップに来るように調整しているので、まあそういう兼ね合いでナルガクルガをつけてるって感じですね。で、技セットに関してなんですけど、空母スペシャルをつけてます。で、これ空母スペシャル回の方が火力出るんじゃないかって思われる方多いと思うんですけど、空母が入場した瞬間に、まあ、70% の確率にはなるんですけど、1.5 倍のバフがかかるんですよ。で、それが3ターン継続なので、3ターンってなると SP190 ですね、90なんですけど、空母スペシャル回だったら一発しか打てないんですよね、バフかかってる間に。で、空母スペシャルだったら3発ともバフかかった状態で打つことができるので、今回あえて空母スペシャルを入れてます。で、あとはまあクエストやってるところを見てもらうと分かるんですけど、ちょうどいい感じでこれで調整ができてるので、これであえて空母スペシャルをつけてるって感じですね。で、今後ガチャで星5のキャラクター、シモーナの星5とか、まあイレーヌの星5とか引けた方とかは、まあ変える枠としてはダライアスの枠をその星5キャラクターに変えてもらって、ケチャワチャをくっつけてもらってもいいですし、もう3体とも今回のイベントキャラで行きたいという場合は、10戦じゃなくて先ほどお話しした7戦ですね、こっちをイベント特攻キャラ3体で染めてやってもらうのも全然いいのかなと思いますって感じですね。じゃあ早速やっていきます。でも立ち回りはオートなので放置するだけなんですけど、で、ちゃんと検証していまして、空母が開幕でバフがかからなかった場合のお話なんですけど、バフがかからなかった場合は8ターンでクリアができます。で、バフがかかった場合はこれですね、今かかってるので、この場合は6ターンでクリアができますね。で、まず1ターン目は空母スペシャル打って、あとは通常ですね。で、2ターン目なんですけど、ここも空母スペシャルが溜まってるので空母スペシャルを打ちます。で、ここで空母スペシャルをあえてセットしてる理由が出てくるんですけど、次空母スペシャルのおかげで1体目倒せるんですよ。ってなると、2番目に動くダライアス、まあ速さ調整で空母を一番前に持ってきてるとお話ししたんですけど、ちょうど次動くこの90技打てるダライアスですね、この90技打てるダライアスが満タンの敵に殴ってくれるんですよね。こんな感じで、これは空母スペシャルセットしてるからあえてですね、やってるおかげでこんな感じの調整ができてます。なんで、まあ 90SP 技使って一気に半分まで削れるって感じですね。で、あと半分しかないので空母スペシャルと、まあイベキャラたちで削っていくって感じになるんですけど、で、この真ん中を5ターンまでに倒すようにしてます。で、ここですね、ここでもちょうど空母スペシャルをセットしてる恩恵が出てきて、これで倒すって感じですね。で、残り1体になりまして、で、5ターン目なんですよ、これが。で、6ターン目に2発目の90技、ケチャワチャの90技が溜まるので、それでちょうど倒すって感じですね。ここで90溜まって空母スペシャルを
ってスプラッシュクローで落とすって感じになるので、これでちょうど6ターン周回ができます。でこれがまあ僕がやってる調整ですね。なのでまあ先ほどお話した通り大妖惑球だったりとか、もうイベントキャラをどんどん詰めていきたい方は難易度を10戦から7戦に落としてもらえるといいのかなと思います。僕は今のところまだガチャ引いてないので、当たるまではこれでやっていこうかなと思ってますって感じですね。っていうのがまあ、周回パーのご紹介になりまして、次ですね、こちらですね、チャレンジクエストなんですけど、チャレンジクエストの耐久戦を僕はどうやってやったかっていうと、ここのシモーナの枠をこちらですね、ナルガテールに変えて、もう火力特化ですね、ケチャワチャの50レベルくっつけました。でファントムガードと空母スペシャルはここも空母スペシャル回にしてます。これはターン調整する必要がないんで空母スペシャル回って感じですね。で敵の情報なんですけど、もうブラキディオス一体だけなんですよ。で水と氷が通るんで水と氷のキャラで染めてもらって、報酬ってかまあミッションですね、ミッションがこの6単位内にクリアさえすれば全部受け取れるんですよ。なので本当にもう火力特化でもう攻めていけば全然いいのかなと思います。で火力キャラ、水の火力キャラ3体詰めるのが難しいよって方は、1体はアシュリーだったりとか椿とかですね、あとバレリオカとかのバフキャラにして、残り2体を水キャラにしてあげるっていう戦法でも全然勝てるのかなと思います。で僕これで6ターンクリアができたのでですね、でもっと安定性を上げたいんであればティガレックスとか使ってあげた方が炎耐性があるんでいいかなとは思います。で今回別にダウンせずクリアとかはなくて、本当に6単位内に倒しさえすれば全然いいので、もう火力特化でやってもらったらいいかなって感じです。で今3単でも半分以上削れてるって感じになるので、でそろそろ終わりそうですね。でここで空母倒れるんですけど、ただ90技がもう止まると思うので、まだか、次か。ですね。で、6ターンクリア、ちょうどですね、今回は。空母倒れちゃったんで、ちょっとかかったんですけど、これでも、もうオート周回で、これ、記憶石とかも使ってないので、手動でちゃんとやりたい方は記憶石も使ってもらってバフも耐えててやった方が確実なんですけど、まあ、こんな感じで火力ご利用しでオートクリアとかも全然やって6ターンクリアできるので、今回のチャレンジクエストはまあ比較的難易度はアタッカー持ってる方は高くないのかなと思います。なんかまあチャレンジクエスト僕がやったパーティーのご紹介ですね。で最後にそしたらガチャを10連ですね、チケットをもらったので引いていこうかなと思うんですけど、こちらですね、マジで一応もうイベキャラですね、欲しいのイベキャラだったら何でも嬉しいですね。ちなみにイレーヌの星5も僕持ってないのでですね。でこのキャラの評価に関しては明日動画でガチャ動画と一緒にお話できたらなと思っているので、ちょっと待ってもらえると嬉しいです。シノスね、星4でもイベントキャラが欲しいですね。はい、頼むマジで、マジで頼む、キンベルまずキンベルからのはい、スキップしますで感じですね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。明日はこの新キャラの評価とガチャ動画出したいなと思ってますので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。バイバイ。